2022年2月24日に始まったロシアによるウクライナ侵略戦争は1年と2ヶ月が経過し、ウクライナ国内 1000km にも及ぶ戦線はウクライナ軍もロシア軍もともに消耗が激しく、膠着状態となっているよ。この戦争においては、これまでの軍事常識が覆されるような新しい流れがたくさん生じていて、その中でも最たるものがドローンだろうな。ドローンって農業用のものは結構活躍していたけど、軍事用の中でも攻撃型はあんまり認知度は高くなかったもんね。さて今回はそんなウクライナ戦争において偵察監視攻撃での重要性が高まり続けるドローンについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開戦前から国際社会においてもドローンの軍事利用に着目する流れはあったものの、そのほとんどは偵察や監視用としての活用であって、攻撃にドローンを使用する戦術については各国で検討されている段階であり、様々な攻撃用ドローンが開発されていたもののまだそれほど脚光を浴びてはいなかったんだ。ドローンとは英語でオスのミツバチの意味があり、航空撮影や農薬散布などの民生利用で脚光を浴び始めていたラジコン操作による、超小型の無人航空機アンマンドエアリアルビークル UAV の飛行音が、蜂が飛び回る際のブーンという歯音に似ていることからその名が付けられてとされているよ。ドローンといえば一般的には無人航空機のことを指すが、その他にも無人水上艇アンマンドサーフェスビークル USV や、無人水中機アンマンドアンダーウォータービークル UUV などもあり、これらも民生用が主流で軍事用の水上水中ドローンは生まれていたものの、まだ研究開発段階であったらしいな。日本においても防衛省がその重要性について着目しだしたばかりであり、航空自衛隊にアメリカ製の無人偵察機 RQ-4B グローバルホークが導入されることになり、2022年3月12日に初号機がアメリカのノースロップグラマン社の工場から遠隔操縦で、太平洋を越えて青森県の三沢基地に飛来したんだ。グローバルホークは全長 14.5 メートル、全幅 39.9 メートル、全高 4.6 メートル、空挙重量 6710kg で最大離陸重量は 12111kg、 搭載可能なペイロードは 1360kg、 ロールスロイス社製ターボファンエンジン1機を搭載し、巡航速度 570km/h で36時間飛行可能で航続距離は 22,779km とされているね。航空自衛隊では三沢基地にこの130名規模のグルーバルホーク運用部隊を配置して運用しているが、それはあくまで偵察用であり、日本の防衛事情にはドローンによる攻撃など全く視野に入っていなかったぜ。それがこのウクライナ侵略戦争では、ドローンは戦前に予想されていた偵察監視用の空の目として戦場においては、情報収集の上で欠かせない重要な監視システムとしてその価値を発揮したのは当然として、さらには上空から敵を発見するだけでなく、その敵の兵士や陣地あるいは戦車や装甲車などの戦闘車両に対して、ドローン自らが爆弾を投下しミサイルを発射する攻撃が有効であることが証明されたね。大活躍の働きぶりだったもんね。ウクライナ軍では2019年からトルコのバイカル社製の無人偵察攻撃機バイラクタル TB2 を導入していたけど、ウクライナに侵攻直後は首都キーウを攻略する勢いであったロシア軍の進軍が停滞していることが伝えられ始めるとともに、このバイラクタルによってロシア軍の戦車や装甲車が破壊される動画が SNS などで公開されるようになり、ウクライナ軍がバイラクタルを巧みに活用して最高の戦果を上げていることが明らかにされたってわけ。バイラクタルは中高度長時間対空型無人戦闘航空機 UCAV に分類され、基本的には遠隔操作であるんだけど、自律的飛行も可能で、そのシステムは6機の本体、2台のトラックで移動可能な地上管制ステーション GCS、3台の地上データ端末 GDT、2台の遠隔ビデオ端末 RVT と地上支援装置で構成され、人工衛星情報なども利用しながら地上のパイロットが操縦を担当し、その他にペイロードオペレーター、ミッションコマンダーがそれぞれ指揮、制御、監視を行って運用されるよ。主翼下に4カ所のハードポイントがあり、長距離対戦車ミサイルや小型精密誘導爆弾、
レーザー誘導ミサイル及びロケット弾などを最大 150kg 搭載でき、中でもレーザー誘導滑空爆弾 MAM は 200mm の厚さの装甲を貫通する威力があり、これで攻撃されれば戦車といえどもひとたまりもないよね。ウクライナではこのバイラクタルや、アメリカなどから供与された歩兵携行式の対戦車ミサイルジャベリンが、ロシア軍の戦車装甲車等の戦闘車両を破壊して大きな戦果を上げていることから、一時はバイラクタルを称える歌が作られたり、ロシアへの抵抗の象徴としてジャベリンを聖ジャベリンと呼び聖人として称えたりされてもてはやされていたな。このバイラクタルの戦果によって攻撃用ドローンの有用性に着目したウクライナは、アメリカに対して攻撃型ドローンの提供を望み、アメリカ政府は自国で開発していた攻撃型ドローンスイッチブレードの供与を決定したよ。アメリカのエアロバイロンメント社製のスイッチブレードは空飛ぶショットガンとも呼ばれ、目標上空に到達した後に急降下によって爆撃する自爆型ドローンで、スイッチブレード300とスイッチブレード600の2種類があるんだ。2010年にアフガニスタンに派遣されたアメリカ軍が装備していたもので、長さ約60センチメートル、重量 2.7 キログラムほどの大きさのためにリュックなどで歩兵が携帯可能であり、1機のコストが6000ドル約72万円ほどと安価であることが特徴とされているね。衝撃によって爆発する弾頭を有し、上空を徘徊しながら操縦士の視界外の目標を発見すると追跡して攻撃することが可能で、小型のスイッチブレード300では最大 10km 先の目標を攻撃でき、大型のスイッチブレード600であれば 32km 以上先の目標も攻撃できるとされ、いずれのサイズのドローンシステムも数分で発射準備が完了となり発射することが可能なんだって。ちなみに、このような自爆攻撃型ドローンのことを神風ドローンと呼ぶ風潮があり、特に海外のメディアが自爆攻撃を表現する名称として使用していたが、日本の軍事ジャーナリストの中にもドローン関連記事を書く著述家の S 氏など、自爆攻撃型ドローンについてこの神風の名称を使っているのであるが、神風とはすなわち、太平洋戦争時にたくさんの若者が命を散らした神風特別攻撃隊を意味するものであり、国民感情として自爆攻撃型ドローンを神風と呼ぶことを不快とする声がインターネット上や SNS などに多数挙げられているぜ。この自爆攻撃型ドローンにはロシア軍も着目していて、イランからシャハド136などの自爆攻撃型ドローンを多数購入して、ウクライナ国内の民間インフラ施設などを標的とする攻撃を展開しているみたい。これらの自爆攻撃型ドローンは総じて速度が遅いため撃墜されやすいんだけど、安価であることから一つの目標に一度に大量に飛翔させる飽和攻撃が可能で、その場合多くを撃墜したとしても数機が迎撃を逃れて命中することで大きな被害を引き起こすんだ。そしてウクライナ軍においても、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された、スイッチブレードなどの自爆攻撃型ドローンの他に、自国の民生用ドローンを回収して使用したり、安価であるために積極的に購入したりして保有数量を増やそうとしているな。ウクライナは先日、アメリカのワンウェイアエロスペースという、これまでほとんど知られていなかった兵器メーカーの AQV-100 スカルペルという爆弾を搭載した小型ドローンのライセンス生産契約を結び、ウクライナ国内に工場を作り毎月数千機規模で生産するんだって。また、オーストラリアの SYPA-9 システムズが開発して製造しているコルボ PPDS と名付けられた、ダンボール製の安価に購入できる使い捨てのドローンを導入する計画があるとの情報があり、このドローンを自爆攻撃型ドローンに回収して使用するのではないかとする声があり、この先様々な自爆攻撃型ドローンが登場する可能性があるとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。